なんじゃこれ。え？マンゴーね。ヤンキがあったんだ。手作りパンだよ。すごい。美味しそう。へー。ただ今日はこれが目的ではございません。そうですね。はい。急ぎますよ。ここは森口駅でしょ？はい。うん、あんまりここ降りたことないけどね。初めてだよ私。そうか、うん、ここのね百貨店があるんで、うん、百貨店に行きましょう。はいはい。大阪名物って言っても何ですかね、ひょんちゃんは。大阪名物なんだろうな、やっぱり鉄板で焼けるお好み焼きとか。あ、はい、たこ焼きじゃない。なるほどね、うん、今日はそれではありません。いろんなものありますね、百貨店は。明太子ちょっと見る、はい、最近私明太子にハマりすぎてさ、おにぎりもね明太子が入ってるおにぐろばっかり食べてる。コンビニのやつだろ。うん、あのさ、結構消費期限がね、そう、早く、ね、早く切れるからね、生の、 あの保存料とか使ってないから。そうそう、あとさ、どこのブレンドが美味しいかよく分からなくてね。有名な明太子の会社ならこちらのところが一番おいしいよってなんとかあるんじゃない。むずいね、それやっぱ人それぞれね、好みもあるから。そうなんだ、うん、ね、有名よ、福屋とか山屋とか。あ、そっか、この辺はみんな有名。これではないもんね。これじゃないです、もちろん。大阪は、はい、大阪名物じゃないんだ、うん、これは首都。え、首都って何、韓国の直下って感じかな。なんと私はこういうのあんま食べないんでわかんないですけど、うん、カツオの塩辛って書いてますね。これも酒を盗むと書きますから、お酒が止まらなくなる、うん、これを食べたらお酒が盗まれてしまうと。あ、私はお酒飲まない。そうです。大きいな。うん、すごい、ロシア産だ。1万6000円だって。へぇ、ロシアから来たから高くなったんだね。わざわざロシアからいらっしゃってるんで。そうだね。お、のどぐろ一夜干し。うん、これだ。ほら、これの、うん、この間食べたやつはもっとちっちゃいやつね。へぇ、またお魚もやりましょうね。そうだね、うん、美味しかった、美味しかったもんね。いいとも、いいとも、いいとも、いいともは何それ。さっきさ、ちいちゃんに絵本読んであげるけどね、そこでいいと思う、いいと思うってさ。何その言い方を。それで面白いじゃん、私は韓国人のママだから。いいと思う、いいと思うだろ。どこなんだろう、何、名物。クンクンしてってください、クンクン。ヒョンちゃんのクンクン力を発揮して。これ、クンクン、これもうまそうな匂いするな、うん、すき焼き重だって。あ、これ前食べたもんね、こういうお寿司。これなんて言うんだろうか、これ何、これコアンが入ってるんでしょ。おコアなのかな、違う、わかんない。これなんかこっちではね、おコアってデザートなんだよね。あ、なんかうまそう、ここおコア売ってるわ、うん、クンクン力が近づいてきてんじゃないですか。あ、ここクンクンしてくださいよ。あ、ここ覚えて、ペパペパペパー。前も食べたじゃん。いや、あのね、うん、あなた食べてんのは551豚まんでしょ。うん、美味しいよ。551は豚まんだけではないっていうことを教えたいんですよ。お、なんか後ろにこれなの、おにぎり。あ、ちまきね、はいはいはい、これ食べること。はい、これじゃないです。これ、これも買ってみますか。うん、気になる、期間限定だって。気になる、ね、とりあえず並ぼうか。うん、こうやって作ってはるんですな、ここでな、包んではりますな。あー、綺麗。すごい、工場で機械が作らせるものを食べられると思ってたね。持ってきてここで作ってんですね。これって何、ミートボール。いや、これですよ、今日のメイン。これ、うん、これ何、ミートボール。肉団子。へえ、これを食べたいんですよ。これを買う、なんかいるよ、ひょんちゃん。あ、誰で。猫働いてる。できましたよ。高校1と合わせて赤い T シャツ着た。もうお揃いにしてるわけ。でもさ、大阪じゃなかったんですよね。東京って書いてる。そうそうそう。裏切しちゃったけどね。早速食べていきましょう。はい。
ひょんちゃん豚まんしか食べたことないんでしょ。そうですね、豚まんが有名じゃない、うん、もちろんね、551といったら豚まんなんですけど、うん、今日買ってきたのは、うん、それ以外にシューマイと、うん、甘酢団子と、甘酢団子ね、気になるの。そうそう、あとちまきね、今だけのやつ。へ、これで1900円ぐらいだったかな。うん、そんな高くないね。まず何から行ってみたい。久々に食べてみようか。豚まんから行ってみようか。うん、やっぱりさ、うん、大阪なら豚まんとからしじゃないですか。からし絶対いるの、やっぱり。そうではないの。生地が全然違うもん、本当。やっぱコンビニでよく食べるじゃん、豚まん肉まん。もっと弾力があると思う。なんかうん、もちもちしてるよね。そう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 。ちょっと手が足りないのね。誰かがいるわ、下に。見てる。へえ、ほんとだ。めっちゃもちもち。ね。うん。匂いが結構さ、独特の。もう、これを持って歩いてたら絶対すぐ分かるんですね。そうそう、分かるもんね。ああ、これ絶対美味しいわ。うん、いただきまーす。すいません、私、一人でこんな美味しいもの。最高。一番美味しい、豚まん。美味しい。ここ一が。私はそう思ってるけど。コンビニより美味しい。いや、来られない。気には全然違うもん。あ、そう。うん、もちもち。もちもち食感が好きな人は絶対午後一にハマると思う。そうだね、うん。ちょっとやっぱ他のとは違うよね。違う違う。あとさ、豚の匂いがあんましない。豚の匂い。豚肉の匂いちょっとし、あの、どこのコンビニか言わないけどね。あのちょっと豚の匂いがする。そうなの。あるあるある、うん、ちょっと言えないけどね。ちょっと敵を増やしたくない。そうそうそう。でもこの豚の匂いがあんましないから、それもちょっとお気に入り。美味しい。結構中身からさ、でもジューシーね、うんうん、そうそうそう、うんうん。あと次はね、はい、シューマイに行っちゃうか。シューマイ、エビシューマイね、うん、あとシューマイね。前も高校一のシューマイ食べたことある。私、あ、食べたの。あるある。あ、そう、うん、見た目的かわいいね。一口サイズだよね。うん、シューマイの生地はちょっと薄い感じかもな、うん、普通のシューマイもあるんだけど、うん、もうちょっとちっちゃくなってる、エビシューマイの方が。そうなんだ、うん、とからしつけて食べてみる。エビのママの食感を感じれる。プリプリが入ってるの。うん、入ってる。うんうん、おいしいおいしい。噛んだら噛むほどエビのジューシーが出てさ、うん、もっとおいしくなるな。うん、私は食べたくなってきた。じゃあ次はこっちにしちゃうか。ちまきね。うん、これ私のおでじゃないんですよ、皆さん。すごい。松茸と銀なんかな、それは。へ、これもうね、かじったらいいよ。あ、そうなんだ、このまま。そうそう、体にいい香りがその笹で、笹なのかな、で葉っぱで包んで蒸してるから、うん、その香りが移ってるのかもしれないね。お餅って感じるな。もち米だと思うよ、ちまきは。うん、もちもち。うん、ここ一の社長さんはもち食感が好きかも。もちもちしてる、これも。もちもち、うん、なんかその特別な味はあんまりしないけど、うん、食べやすいって感じかな、うん、うん、これがメインか。これがメインの甘酢団子です。甘酢団子、え、甘い匂いがする。うん、キャベツ食べてる。うん、キャベツの味がする。キャベツが入ってるね。うん、まあ、おいしい。うん、こんなに甘くないね。これ何、何作ってたんだろう、うん、甘酢だからね。確かにリンゴの味がちょっと少しするなと思ってたのに、うん、リンゴが入ってるんだって。このタレに入ってるのかな、うん、これおかずにぴったりでしょ。いや、これおいしい。酢豚のソースあるじゃん、うん、それとちょっと似てた感じもするし。そうだね、うん、ほぼ酢豚だと思う。これに酢豚はお野菜一緒に入ってるじゃないですか。だからその玉ねぎとかピーマンとかと一緒にこれを料理したら酢豚になる。あ、そうなんだ、うん、これ美味しいわ。美味しい。めちゃくちゃ美味しい。そうそう、うん、やっぱ551ってやっぱ豚まんはよく食べられるけど、このね、甘酢団子がね、うまいのよ。あ、美味しい。これ食べやすいし。そう、うん、これはね、もうや、あの、見かけたら私は買います。いや、これ美味しいわ。
もう晩ご飯にぴったり。うん、順番決めていい。どうぞ順番あるんですね、今回は。今回はだから、うん、甘酢団子と、うん、エビシューマイ、うん、ちまき、うん、豚まん、うん、どれが4位から4位、ではその順番決めます。そうそう、4位から、はい、4位は、うん、いや皆さんは分かると思いますが、この期間検定の後半です。まあ美味しいなんですけど、うん、ちょっと物足りないって感じ、味が。なんかおかずがちょっと欲しいなって感じた。まあそうだね、これはメインにはならないもんね、うんうん、そうそうそう、ご飯だから。そう、まあ、だから今日はこのおかずの中に、うん、まあ、ご飯も入れたかったんでこれも選んだんですけど、これはまあ4位。3位、はい、3位からちょっと難しくなるんですけど、3位は、うん、シュマイ。シュマイ、うん、美味しいんですけどね、うん、1位と2位が強すぎて、あ、そう、うん、負けましたんですよ。負けたか。エビがそのままちゃんと入ってるって結構クオリティが高いって感じのシューマイって言ったらいいかな。なるほど、うんうん、他のところのシューマイもエビコットは そのまま入ってると思うんですけど、もっとプリプリって食感がね、あるからね、うん、だから食感的に本当に良かった。なるほど、うん、では1位は1位、はい、あ、1位はね、豚まんは私もともと好きだったからね。午後1位ならまあ豚まんってイメージも強いしね、うん、自分で買って食べてたもんね、豚まん。そうそうそう、あ、私も豚、あの午後1が豚まんのこうおかげでね、うん、好きになったからね、うん、でもこう強い新商品ができちゃってね、午後1にね、こいつ、それ気に入ってくれた、うん、甘酢団子。だからそれ悩んでる今。あ、まあ、まだ決まってないの。いや、もうこれから言うわ。あ、どうぞ。1位は、はい、豚まん。豚まんか。理由があるよ。豚まんはやっぱり午後一の代表のそういう、うん、まあお顔だね。そりゃそうや。そうそう、午後一のお顔だし、そうそう、そう。あとこれが総数があるからね。うん、あの豚まんはこのままでいいよ。うん、なるほどね。うん。これは絶対これだけは食べれません。例えばおかずとして酒のご飯と、はいはい、うん、白いご飯とか、まあ、お酒とかがあって生きると、うんうん、なんかちょっと駅内のところとか、うん、早めにね、うん、どこ行くとき、うん、あ、ちょっと食事って何をしようかなってなって、うん、豚まん1個でね、うん、あ、これだけ食べてもう仕事行こうってできるじゃん、うん、なるほど。これはちょっと絶対ね。まあそれそう、それ駅で食ってる人はあんまりいないもんな。できないから、そういうことを考えてみたら、はい、やっぱり豚まんの方がいいかな。そっか。うん、思いました。もう味はもうどっちでも美味しいからね、うん。味は負けないからね。それぐらい美味しかったですよ。あのね、うん、この551の豚まんっていうのは、うんうん、まあ、お店でも買えるし、まあ、冷凍物とかもあるでしょ、うん、お土産とかで、うんうん、ただこの甘酢団子は店舗でしか買えないんですよ。あ、そうなんだ。そう、へー。で売ってるところも結構限られてて、どこでも売ってるわけではない。もうそれはもっと食べたくなる、ね、そうよ、そうそう、そうなんですよ、うん、なんでだから隠れた人気の商品って感じでね、うんうん、あ、わざとそういう風に売れると思うよ。そうだね、うん、マーケティング的にね、うん、価値を上げたいとか、うん、そうそうそう、まあ作るのも難しいのかもしれないし、うん、この味を保つのが、うん、というわけで今日はむっちゃんの好きな、もともと好きなこいつもね551の商品を食べてもらいましたけども、どうでしたか。やっぱり美味しいですね。やっぱりね、551は美味しいんですよね、うん、やっぱ大阪名物といえば551ですから。すいません、この子がちょっとお邪魔してさ、うん、ね、静かにできない、ね、私が食べたんですよ。こいつがなんか食べたふりして、お腹いっぱいみたいな。そうそう、はい、今日も見てくださって本当にありがとうございます。ありがとうございます。またじゃあ次の美味しいものを探した動画でお会いしましょう。またね。またねー。